こんにちは、Kファームです。このチャンネルでは農業やトラクターを中心に発信していくので、よかったらいいねやチャンネル登録よろしくお願いします。今回は毎日餌作りに使っている、ミキサーとショベルを使って餌を作っている風景を撮影しました。もうだいたい大まかな濃厚飼料などは先に入れてあるので、これから牛の牧草やサイレージを入れていきたいと思います。まずトラクターの PTO を回して、今日は満開ですね。それでは他の餌を入れていきたいと思います。まずはじめにビートパルプの絞りカスを入れていきます。ビートパルプの絞りカスはこっちにあって、はい、これです。これ外に匂い嗅いだらいいんですけど、すごい香ばしいような感じでいい匂いがするんですよね。でもやっぱりちょっと人によってなんか好みが分かれるみたいで、あまりいい匂いじゃないっていう人も全然いますけど、僕は結構この匂い好きですね。これ今すくって、これで多分大体800から900ぐらいの重さになると思います。結構水分が80から 90% ぐらい水分なので、まあバケットいっぱいで結構入るんですよね。大体大盛り、本当に大盛りいっぱいぐらいで1トンぐらいの感じになると思います。それでは入れていきたいと思います。今が、先ほど 見たように、1260キロなので、2260キロ、まあ2200キロちょっとまで、2300キロぐらいまでちょっと入れていきたいと思います。2110キロ入りました。あと200キロくらいちょっと入れていきたいと思います。今日うちのところで気温はだいたいマイナスの18度で、最高は何度だったか、最高はでも結構最近あったかくてマイナスの5度くらいまで気温上がるはずですね。だいたいこのぐらい、ちょっと多めにすくっといて余ったらこっちに戻す感じでやるんです。さあ200キロどのぐらいかな。はい、少しずつ入れていきます。もう入れるときは一番高くブームを上げて、それで少しずつ入れるって感じですね。今230キロ、ちょっと入っただけでもうすぐ100キロ200キロ変わっちゃうので、345キロですね。2345キロ、ちょっと入りすぎちゃったんですけれども、これぐらいは誤差の範囲内で大丈夫なので、それではこれをまだバケットに余ってると思うので、それ戻していきたいと思います。大体一つの種類を入れるので、こうやって2往復とか3往復する感じですね。あとだからこの他に2種類牧草サイレージとデントコンサイレージを入れるので、デントコンサイレージはだいたい1日に3トン近くとか、2トン、頭数によるんですけど2トン500から3トンとか変わるんですけれども、結構
多くやる感じなんですよね。うちはどっちかっていうとデントコンが結構多くなってるかもしれない。結構20キロ1頭あたりで言うと20キロぐらいは余裕で当たるので結構多めかもしれないですね。グラスサイレージがこちらの餌のバンガーのところにあるので、グラスサイレージはグラスサイレージも1500キロぐらいなので、まあそんなに多くないのかなと思いますね。これシートを少し、まあ、ちょっと本当は片付け上に上がって綺麗に切った方がいいんですけれども、そんなに入ることもないのでちょっとショベルで押し付けて、はい、取る分押し付ければ綺麗に取れるの で今日はこの真ん中ら辺を取っていきたいと思います。だいたいこれ横幅が8メーターあって、少しずつ3日かけて横をまあ右側真ん中左側みたいな感じで取っていくんですね。あまり道路に落としても汚くなっちゃうので少しずつ運びます。右側の方で最近工事現場なんか泥を運んでる工事をしていて、結構大型のトラックが頻繁にうちの前を通るようになってて、結構この出入りはやっぱり気をつけないと危ないんですよね。あ、今2345キロなので、それから1500キロ、3800キロちょっとまで行きたいと思います。2300ぐらいだったのが今2740なので、まだまだあと1000キロぐらいですね。やっぱあと2回、最低2回は多分行くようになると思います。これ今日は気温があったかいし、これで風が吹かなければすごいあったかいんですけれども、風が吹くというやっぱり気温が上がっててもどうしても体感温度下がっちゃって寒いんですよね。でうち結構風がこの辺強くて、昨日もすごかった、吹雪いてすごかったんですよね。でやっぱり前回降った雪とかが全部風で飛ばされて、吹き溜まりとかで道路が結構塞いだりすることがあって、やっぱり風ってすごい、冬の風は厄介なんですよね結構。あ、でなるべくこう削り取るようなイメージでいつも取ってますね。そうすることによってサイレージの品質を保てるので、そこは意識して取るようにしてます。でもやっぱりグラスサイレージ、デントコーンはそうでもないんですけど、グラスサイレージって結構取りづらくて、やっぱり無駄に、これはさっきより救えたと思うので、まあ700キロから800キロぐらいまで行くのではないのかと思います。それでもやっぱりもう一回やるしかないですね。まあその辺はもうバックホーム、あれはキャットでも小松もあるのかな、小松の PC200 とかそういうサイズで2台動いてるんで、結構すごい規模で泥運んでんだなと思いますね。もうかれこれ1週間以上やってるので、いつまで続くのか。あ、今が2700キロあったので、これを入れると3320ですね。あと500ぐらい、500ぐらいしたら今と同じぐらいじゃないと500じゃないです。こうこぼれてるやつを真ん中に集めてやると救いやすいので、そこを意識してやってます。
ちょっとめんどくさいのはめんどくさいんですけど、ね、やっぱりミキサーまで距離あるので、やっぱり1回でも運ぶのを減らした方が後々楽なので、これを真ん中に寄せて、これですくっていきたいと思います。これでさっきと同じぐらいのような